はい、こんにちは。今回は世界に届かなかった3人の天才ボクサーを紹介いたします。プロ野球特需です。所属ジムはビクトリージムです。得意なパンチはありません。ピューマ戸口のリングネームでプロデビューした戸口選手は高校時代から長打で慶応の山を築き、プロ入り後も慶応勝利を続け、新人王戦では後の世界王者川島寛選手を TKO で破って全日本新人王に輝きました。日本ランカーになった後、A 級ボクサートーナメントに出場し、ここでも全て KO 勝利で優勝し、9戦全勝 9KO の戦績を引っ提げ、1990年3月に日本王座に挑戦し KO 勝ちを収め、日本王座を奪取しました。戸口選手は3度目の防衛戦でロシア人のチャコフ・ユーリと対戦することになっていましたが、試合直前にトラブルを起こして失踪し、日本王座は剥奪され JBC からペナルティを受けました。その後ボクシング界に復帰しましたが、2年半のブランクや練習嫌いと飲酒生活の影響で全盛期のパワーやキレはなくなり、ヘスプロ発に全勝をストップされました。復帰から5戦目に日本王者岡田明宏選手に挑戦しましたが、パワーやスタミナはなくなったものの、なんとか判定で勝利し、再び日本王座に戴冠しました。それから手先がですね、98対95、3ポイントピューマの勝ち。1996年8月、ついに因縁の相手 WBC 世界フライ級王者ユーリに挑んだのですが、もはやユーリとは歴然とした差があり、何度もダウンを喫し、9ラウンド TKO で敗れ、戸口選手の世界王者への夢はついえ去ったのでした。メガドンパンチと呼ばれた強打と抜群のセンスで、青木勝利選手は当時の日本記録である7試合連続 KO 勝ちを達成し、19歳で東洋王者になるなど期待されておりました。1963年4月に33勝1敗の戦績で歴代バンタム級最強王者のエデル・ジョフレに挑戦しましたが、練習嫌いの青木選手は3ラウンドであっさり KO 負けを喫しました。ジョフレに KO された1年半後、ライバルのファイティング原田選手と戦いました。この一戦はライバル対決に加え、世界ランキング1位と東洋王者との対決、そして世界挑戦をかけた戦いで世紀の一戦と言われ注目を浴びました。原田選手は試合前に、俺が青木に負けたら努力するということが意味を失う、一生懸命に練習しているボクサーがろくに練習しないボクサーに負けるなんてことがあったらおかしいじゃないですかと語り、試合では連打を続け、序盤から圧倒しダウンを奪いました。天才ボクサー青木選手に対抗意識を持っている原田選手は狂った風車でなおも青木選手を追い詰め、第3ラウンド強烈な右フックで世紀の一戦に終止符を打ちました。高校時代インターハイで優勝した名古屋喜子選手は白井具志堅スポーツジムにスカウトされてプロ入りし、デビュー後も天才パンチャーぶりを発揮し、連戦連勝でほとんどの試合を豪快に KO してまいりました。デビューから2年半で長打の松倉選手から日本王座を奪取し、15戦全勝 11KO の戦績で世界王者戸高秀樹選手に挑戦しますが、エリートの名護選手の右フックが強烈すぎることや KO 率が高いことから名護選手が世界王座を奪取すると予想されておりました。日本でただ一人の世界エリートで天才ボクサーの名護選手に対し、戸高選手は雑草王者として対比され、この戦いは試合前から注目されておりました。天才で強打の名護選手に対し、王者戸高選手は KO 率は低いのですが、豊富な練習量で培ったスタミナと連打があり、また経験と戦略で天才ボクサー名護選手の上を行きます。戸高選手のセコンドにはマック栗原がついており、戸高選手はマック栗原の戦略を疑いなく遂行し、試合は一発の破壊力のある名護選手に対し、王者戸高選手は手数を多く出し乱打戦に持ち込みました。マック栗原の下で猛練習を続け世界王者になった戸高選手は精神力が強く、接戦になっても強気でペースを譲りません。一方、これまでの15戦楽に勝利した名護選手は精神的に追い込まれていき、振りが大きくなり王者にことごとく発されるのです。名護選手は戸高選手に敗れた1年後に、今度は WBC 世界スーパーフライ級王者徳山選手に挑戦しました。今度こそ世界王座奪取と期待されていた名護選手ですが、徳山選手の長い距離に入れず、徳山選手のペースで試合は進んでいきました。後手に回った名護選手ですが、6ラウンドに強烈な右フックのカウンターでダウンを奪いました。徳山選手は意識がなくなるほどダメージを受けたのですが、走り込みが十分でない名護選手は追い足がなく距離を詰めることができず、徳山選手がほとんどのラウンドを支配して12ラウンド終了しました。